皆さんこんにちは。本日は沖ノ島の鏡と題してお話をさせていただきます。私は島根大学の岩本隆と申します。今回貴重な機会をいただきまして、ありがとうございます。大変に光栄に思っております。で、私自身はですね、昨年に三角淵新住居に関する本を、まとめさせていただく機会がありまして、でまたこの数年間ですね、古墳時代の国産の鏡について、全国の例を、しっかり的に当たるような形で調査を進めてきております。で、総合的な検討を、目下進めているところなんですが、そうした過程でですね、その、国内の、主に古墳から出土している、鏡について、数千枚という単位で、実際にこう目にしてきたわけですけれども、そうした目で見ますと、沖ノ島の鏡というのは非常にこう、古墳時代をめぐるさまざまな議論にですね、重要な見方を与えてくれるような、資料群であるというふうに思っております。そういう意味で沖ノ島の鏡というのは、古墳時代 その鏡に関する、あらゆるこう議論に資することができるような、存在なわけですけれども、今日はですね、そうしたその議論の中でも最も基本的であるんだけれども難しい問題である沖ノ島の鏡が一体どのようにしてもたらされたのかということについてお話をさせていただこうと思います。ではですね、最初に本日の話の構成と流れについて説明しておきたいと思います。で、一つ目は鏡と古墳時代という形でですね、鏡とは一体どのようなものか、また鏡と古墳時代の関係ですね、それがいかなるものであるのかというところの概説をしておきたいと思います。今日のその鏡から古墳時代のことを考える、沖ノ島のことを考える上での前提となる部分の確認になります。で、2つ目に沖ノ島の三角淵新住居ということで、それらがどのような特徴を持っているのか、三角淵新住居から沖ノ島の、いかなる側面を明らかにできるのかというふうな問題を、問い上げたいと思います。で、3つ目にですね、沖ノ島の和鏡なんですけれども、沖ノ島から多数の国産鏡が出土しています。そうした国産の鏡が、一体どのような特徴を持っているのか、和鏡というふうに私は言うけれども、この和鏡から沖ノ島というものをどのように考えられるのかということをお話ししたいと思います。で、4つ目ですが、沖ノ島の鏡と在地勢力ということで、沖ノ島の鏡が在地勢力、つまりは宗像地域のですね、社会とどのような関係にあったのか、この点について考えてみたいと思います。で、5つ目はですね、沖ノ島の鏡はどのようにしてもたらされたのかということですけれども、この問題を考えるにあたってですね、沖ノ島の鏡 その特色、2、3、4のところでですね、お話ししてきた内容をですね、総合的に検討しつつ、現在私がですね、特に関心を寄せてですね、進めております、鏡の伝承ですね、そういう伝承という現象に関連する視点を交えて、少しお話をさせていただこうというふうに思っています。ここでは沖ノ島の鏡が、古墳から出土する鏡と比べて、特別なものであったのかどうかというふうなところも、お話ししたいというふうに、思っています。で、6つ目ですね、まとめと展望ということで、最後に全体のまとめと、今後 その課題というものを、お示ししたいというふうに思っております。では、一つ目の鏡と古墳時代ということで、ごくごく基本的な事柄になりますが、一応ですね、お話の方させていただこうと思います。古墳時代の鏡なんですが、基本的には素材は青銅という合金で、作られています。その合金をですね、鋳型に流し込んで目的にはその形を得るという、制作方法を取るわけですが、古墳時代 その鏡 その、大多数のものを見ていきますと、大体その成分比っていうのは ある程度決まっておりまして、銅が 70% ぐらい、
で、まあ、そこに錫が 20% から 30% ぐらい加わる。で、まあ、東アジア その鏡の場合はですね、その、まあ、青銅器の場合はですね、鉛が含まれますので、まあ、鉛がですね、まあ、1割弱程度含まれていると、まあ、こういうふうな銅、錫、鉛の合金ですね、青銅という素材を使って、まあ、この時代の鏡は作られております。で、まあ、製作方法は先ほど述べましたが、鋳型を使用した鋳造という形になりまして、多くのものは形状が平面形で円形というふうな形になるというのが基本となっております。まれに四角い形の鏡も古墳時代のものであるんですが、圧倒的多数、ほぼ全てと言っていいほどは丸い形をしているということになります。写真の方に鏡 その代表例になるようなものを挙げておりますが、左側の画像がですね、鏡の裏面ですね、境背面というふうに呼びますけれども、裏面の様子です。この裏面に、鏡 その主題となる文様が刻まれているわけです。一方、実際に鏡として機能を発揮するのは右側の鏡面ですね。こっちが表側になるんですが、このように全体がつるっとしているというか、文様も何もない状態になります。で、この写真だとなかなかちょっと分かりづらいんですけれども、実際に手に取ってみて、鏡面側を見ると、本当にその鏡面仕上げという形になっておりますので、自分のその表情を映せば分かる程度 の輝きを、現在でも放っている資料というのは、いくつかあります。で、鏡 その基本的な形については下に断面図をお示ししております。で、真ん中に紐通しの部分となる柱ですね、柱孔があって、柱というこの高まりですね、半球形の高まりがあるんですけれども、これが紐通しになって、柱の外側にですね、内腔という、鏡 その中心的なその文様が、施されるスペースがあります。で、それから外側の外腔ですね、内腔の外側に、外腔という部分があって、ここが周り外側の文様体が施される例が多いです。で、こうした基本的な構成というのは、鏡自体にはいろんなその、形式というか、デザインのものがあるわけなんですが、形式を超えて、ある程度共通するという特徴が、あります。で、ちなみにその、古墳時代 その鏡を考えるにあたって、一つ目 のポイントになってくるのはですね、大型の鏡は原則的に古墳に複装される傾向が強いんだということになります。この点については皆さんご記憶いただければというふうに思っております。で、もう少しですね、古墳時代の鏡 その具体的な話に入っていきたいと思います。で、ここでは古墳時代の鏡を大きく、鏡 その特徴によってグループに分けてお話をしたいと思います。で、下の方にですね、その、グループごとにこうどういう流れになるのかというのを、ある程度こう、整理した図面の方を作っております。で、まずは中国鏡なんですが、中国鏡はその名前が指し示している通りですね、中国大陸で作られた鏡になります。で、時代によってですね、漢鏡であるとか、三国精神鏡であるとか、陸朝鏡、隋唐鏡というふうに、時代ごとに呼び分けているのが、現状の研究から、このように把握されています。で、この中国鏡に対して、その中国鏡を模倣して主に日本列島で製作したものを、和鏡というふうに呼んでいます。ちょっと難しい字を使って防政鏡というふうにな用語を使うこともありますが、私は基本的にはその、古墳時代 その日本列島和という、国であったということを重視して、和で作られている鏡なので和鏡という用語を使ってお話を進めていきます。で、それから中国鏡和鏡とも、違うまとまりとして、三角縁真珠鏡という、独特のグループがあります。
で、まあ、後ほどまたこれを詳しくですね、三角縁新宿についてお話をいたしますが、まあ、大きくはですね、それこの三角縁新宿橋なんですが、まあ、白塞橋と呼ばれる中国製というふうに、まあ、多くの方が考えられている、まあ、資料群と、まあ、そうではなくてそれを真似た国産の鏡という、まあ、防製ですね、この白塞と防製という、まあ、2種類があるんだというふうなことが、まあ、言われています。で、重要なポイントとしては三角縁新宿橋の中には魏の年号を持っている、まあ、鏡があるということで、まあ、それから、まあ、中国での、まあ、出土例が、まあ、今のところその確実なものが、まあ、皆無であるということになります。で、まあ、非常にこうまとまりが強くてですね、銅板橋といわれる同じ鋳型で作った、鏡というのが、まあ、たくさんありますので、まあ、量産された鏡で、まあ、和からの受注的な生産によって、まあ、もたらされた鏡であるというふうに私自身は考えております。でそれから三角縁新宿橋と、まあ、よく似た性格を持つのかなというふうにされるものに、まあ、同型橋群といわれる鏡があります。で、まあ、これは5世紀に入って以降のことですけども、まあ、和の豪王による、まあ、中国南朝への、まあ、権威があるんですが、まあ、それに関連付けられている、鏡になります。でこれについては、まあ、先ほどのその銅板橋とは違うんですが、まあ、踏み返しといって、まあ、実物のまあ鏡を使って、まあ鋳型の複製ですね、コピーを作って、まあ、同じ文様の鏡を、まあ、たくさん作るという方法があるんですけども、こういう踏み返しという技法による、まあ、量産品であるというふうに考えられるものになります。まあ、これについても近年は和からの受注的な生産によるものだというふうに考えられております。で、まあ、ざくっとこうそれぞれ その中国橋のこう時間的な流れですね、を示したものがこの下の図の方にありますが、まあ、大体弥生時代に並行するのが漢橋ですね、と言われるもので、まあ、三国橋になるとまあ古墳時代にまあ突入していって、まあ古墳時代前期という、まあ、大体まあ3世紀の中頃からまあ4世紀の、まあ後半ぐらいまでのところですけども、三国橋、精神橋、まあ、一部多分東神の鏡もまあこういうところに入るんだろうというふうに考えられます。で5世紀代になってくると、まあ、陸長橋が、主体になって、まあ、6世紀にまあそのまま継続していくというふうな流れになります。で三角縁新宿橋については、まあ、白塞といわれるグループと防製といわれるグループで、まあ、大きくこう前後に2時期に分かれるんですが、まあ、細かくこう白塞防製それぞれ今段階区分されていますけども、大体まあ古墳時代前期ですね、3世紀のまあ中頃から4世紀の後半紅葉いっぱいぐらいまでですね、まあ、三角縁新宿橋がまあ復装されるというふうな状況が確認されています。で和橋については、大きく前期和橋、中期和橋、後期和橋というふうなグループで捉えられるというふうに、まあ、私自身の研究ではまあこのような大きな大別ができるというふうに考えておりますが、ちょっとここがややこしいところなんですが、古墳時代中期になった段階で中期和橋というのがまあ登場してくるんですが、後期和橋というのがまあちょっと名称が悪いんですけれども、古墳時代中期 その後半段階ですね、中央以降の段階で、まあこうした後期和橋というのが登場してきて、まあ、それがまあ古墳時代 の後期ですね、6世紀まで継続するというふうな形でですね、こう枠組みを作っております。で、まあ、これに対して同型橋群というのはかなり時間的にはこう限られた期間の中で制作されたものというふうに考えられていまして、まあ、私 その考えでいうと後期和橋 その新段階と言っている段階に、まあ、同型橋群はほぼ服装が始まるというふうな格好になってくるかと思っています。まあ、それはだいたい5世紀の紅葉ぐらいだというふうに、ご理解いただければというふうに思います。で、まあ、ちなみには結論を先取りするような形ですが、沖ノ島 の各遺跡のですね、鏡の状況を見ていたときには、鏡のまとまりでいうと、まあ、大きく2つのピークがあるというふうに考えております。まあ、1つは、まあ、16、17、18号遺跡をはじめとする、まあ、古墳時代 その前期の終わりであるとか中期の初めぐらいのところの鏡が、まあ、集中するところですね。ここに1つのピークがあって、もう一つは6世紀の鏡を含む、まとまりですね、まあ、
7号遺跡とか8号遺跡とか、まあ、4号遺跡のところがまあ該当すると思うんですが、まあ、こういうふうなところで、まあ大きく、まとまりとしてくくることができると思います。まあ、2つのピークがあるんだということですね。まあ、今日の話はこういうところについて、お話をしていくことになります。で、中国教についてまあ簡単にお話をしておきますが、どういうものかというふうに、言われるときに、その中国教についてはそれぞれですね、文様というものに対してこう明確にその教式というものが設定できまして、まあ、例えばまあこの左のものは法華経四神教というふうに言われているわけですが、こう非常にこう法華経四神教と言われるとこう強いまとまりですね、図像とか名文がまあこう定型的で、まあ強いまとまりを持っています。まあ、これは他の鏡も中国教に関しては同じで、内光関門教というと、まあ、非常にこう決まった形があります。非常に定型的である。蛾門対同光式真珠教というのをここに挙げてますけれども、同じように非常にこう整った形のもので、まあ、例えば鏡のその方向性ですね、まあ、この写真だと上側にですね、玄武が来る、獅子のその北の守り神である玄武が来るように置いてますけれども、この構成というのが基本的にはどの鏡でも中国教の場合は、まあ維持されるというふうな形になります。で、まあ、全体にばらつきが少ないということで、まあ、そうこういうふうな中国教という捉え方ができます。で、1世紀から2世紀 のこうした中国教が古墳から複装、古墳から出土するということが、あります。で、まあ、古墳時代は、まあ、今のところ3世紀 の中頃以降にスタートしたというふうに考えておりますので、まあ、非常にこう古い鏡が、まあ、古墳に複装されているという現象が、まあ、あるわけです。まあ小林幸雄さんという方が、まあ、これについては伝政教論という考え方を示されているんですが、弥生時代に作られた鏡というのが、弥生時代段階にすでに日本の各地にもたらされていて、各地の集団にですね、放棄という形でですね、保有されていたんだけれども、古墳時代になって、鏡のその管理が首長によってなされるようになった結果、古墳へと複装されたんだというふうな考え方になるわけなんですけども、この考え方のみそな部分は、九州では弥生時代の遺跡から大量にこういう方角橋であるとか内光関門橋というのが出土してくるわけですが、近畿地方ではそうしたこの点のですね、漢中期の鏡というのが弥生時代の遺跡から基本的には出土いたしません。で、弥生時代 の近畿 の主導性というか、その卓越性というものを説明するために、すでにその弥生時代段階に、近畿地方にもこうした鏡が持ち込まれていって、近畿地方ではそうした鏡が弥生時代には廃棄されずに古墳時代までこう伝承されて、古墳時代になってようやく、古墳に復装されたんだというふうな考え方になります。で、今日もちょっと伝承の話はこの後も出てきますので、そうした古い鏡が、新しい時期の古墳に復装されることがあるんだということを承知しておいていただければというふうに思います。で、それから、和経ですが、和経については厳格な定義をするのは難しいんですけれども、間違いなく和経というふうに言えるものは、和独自の文様を持っている、鏡でして、それは日本列島産というふうなことを考える上で、重要な根拠になるというふうに考えております。で、和経 その全体的な特徴ですが、中国教の模倣ですね、中国教を真似るということを、ベースにですね、政策が展開していくということになります。で、あくまでも中国教を真似ていますので、中国教が持っていた明確な思想的な裏付けというものを、和教は受け継いでいるわけではなくてですね、中国教から逸脱した要素が、いくつか認められることで、和教だというふうに認定することもできます。で、例えばですが、先ほどその法華経四神教中央教を挙げましたけれども、和教になるとその明確なその四神の方向性というものが維持されなくなって、
まあ、あの明確な描き分けですね、あの、まあ、玄武であったり朱雀であったり青龍白虎っていう、まあ、そういうふうなものを明確には描き分けるということがされなくなります。で、基本的には同じ文様ですね、同じデザインの文様、まあ、単位文様というふうに呼びますけども、その単位文様を反復することで、あの、本来埋めるべきこの文様のスペースを埋めていきます。で、まあ、結果としてはだからその中国教が持っていた物語性というものは、まあ、欠落しているというものになります。で、それから、あの、非常にこの和教にとって重要な点なんですが、超大型教と言われるものの、存在が挙げられます。で、中国教ですね、今日本列島にこう、あの、日本列島にもたらされた中国教でも、まあ、超大型教というものは、まあ、あるのはあるんですが、まあ、その量というのは、まあ、かなり限定されます。で、ところが、あの、古墳時代の和教の場合はですね、あの、その中国教に比べてはるかに数が多い、超大型教あるいは大型教も、あの、存在しています。で、非常に豊富なサイズバリエーションがあるというのも和教の特徴で、こう大型教が超大型教が存在しながらも、まあ、超小型教も存在していると、まあ、さまざまなそのサイズの鏡があるというのも和教の大きな特色になっております。で、先ほどのですね、その、中国教でこう説明をの時にこう表示しました、鏡に対応する和教を、まあ、ここではあの下の方に挙げています。まあ、方角菊四神教に対応するのが、まあ、この方角菊教系と言っている和教で、まあ、内向家門教はこちらですね。で、内向家門教の場合は中国教の場合はあのこの中の周りのですね、この葉っぱの文様の間にこう漢字で銘文が刻まれるんですけれども、まあ、国産の鏡になると、まあ、そうした漢字の使用は基本的に認められなくなります。で、それからあの難しい字を書くんですが、まあ、打流教という呼んでいるこう和教があるんですが、これはまあ我門台真珠教をモデルに作られた、まあ、あの国産の鏡になります。まあ、こうしたものが、古墳時代 の, です、ね、その早い段階の、まあ、中心的な和教の例になってまいります。で、それから三角縁真珠教とについて、次にあのお話をしておきます。で、まあ、三角縁真珠教についてはですね、その、多くの三角縁真珠教の中に、まあ、いくつかその年号を刻んだものが、ありまして、まあ、それが非常にこう重要な意味を、持っているというふうにされています。で、左側の資料は、まあ、あの島根県の神原神社古墳から出土したあの鏡になりますが、この鏡 の, その一部分はアップにしたものをアップにしたその部分の写真というのも示しておりますが、ちょっとあの小さくて読みづらいかもしれませんけれども、この右側に書いてあるような慶初3年ですね、239年にあたりますけれども、慶初3年という、名文あの年号をですね持っているものが、あります。で、それから、まあ、あのこの神原神社古墳のものと、まあ、非常によく似た鏡ですけれども、まあ、群馬の蟹沢古墳というところから出土している鏡になりますが、まあ、これにはあの一部こう文字が欠けていますが、あの、まあ、正史元年ですね、240年にあたる年号を持っている、あ、年号の刻まれた鏡はあの知られています。で、いずれも慶初3年正史元年というのは、まあ、義の年号に、なりますので、まあ、いわゆるあの、まあ、邪馬台国女王卑弥呼がですね、まあ、入手したとされる、いわゆる道教百枚に、まあ、こうした鏡が当たるんじゃないかというふうな言われことが言われていまして、まあ、注目されている例になるわけです。では三角縁真珠教の特徴というものを見ていきたいと思いますが、まあ、いくつかその特徴があるんですが、まあ、特に重要な特徴として、まあ、4点ここではあの挙げておきます。で、1点はあの計20センチを超える、まあ、大型鏡であるということです。で、それからあの2点目ですね、縁の断面が三角形である、あのまあ、写真で見ていただいたらお分かりになると思いますが、鏡のその縁の部分にあたる部分がですね、こう外高く突出しているのがお分かりいただけると思うんですが、まあ、こういう縁の形をしているということです。で、それから外区ですね、これはまあ縁の形も含めてなんですが、非常にこう同じような文様を持っている、外区で構成される例が多いです。で、まあ、三角縁真珠教にですね、あの冒頭のところで、まあ、中国製というふうに考えられる白彩鏡と、まあ、そうではなくって、それを真似た
国産と考えられる防生の区分があるということをご紹介しました。で、まあ、いくつかですね、これは考え方がですね、示されていまして、まあ、共通認識というのが確実に得られているわけではないのですが、まあ、私自身の考えとしては、まあ、全てが中国製で、まあ、かつ、まあ、中国でも河北地域の鏡に関連するものだというふうに考えています。新しい方の、鏡ですね、これについてその中国製かどうかということを、まあ、疑念視する方もおられるんですが、まあ、やはりこう三角縁真珠鏡としての特徴がですね、まあ、ここに挙げている特徴ですけども、この古い鏡も新しい鏡も、まあ、共通して、認められるわけなんですが、一方で確実に国産といえるような、和鏡と呼ばれているものと、この下のその防生三角縁真珠鏡というものの共通性というのは少ないということで、さらに、まあ、この新しい段階の三角縁真珠鏡ですけれども、これも沖ノ島でたくさんこの手の鏡が出てるんですが、まあ、非常に細かな文様を見ていったときに、まあ、中国の鏡と全く同じ文様を施しているものがありますので、まあ、そういう意味からも、まあ、全部、中国製というふうに考えた方がいいだろうというふうに思っています。そうなってくるとどうなるかというと、まあ、三角縁真珠鏡のその在り方を見ていくことで、まあ、中国のその義であるとか、まあ、精神ですね、まあ、一部そのそれ以降のものも含むというふうに思っていますけれども、非常にこう長期間の中国と日本列島との国際関係を考えていく上で重要な材料になってくるというふうな位置づけができるというふうに思います。で、それからこの辺りですね、そのここで挙げているその3つの大型鏡であるとか縁の形であるとか、まあ、定型的な外形というものは、まあ、三角縁真珠鏡の規格性の高さをまた裏付けるものでもあります。単純にですね、その中国で作られていた鏡が、まあ、日本列島にこうもたらされたというふうな考え方だけではなくって、これらの鏡が、まあ、特別にですね、日本向けにあしらわれたもの、まあ、それは特注品であるという評価であったりとか、まあ、オーダーメイドという評価ができると思うんですが、まあ、そうしたその特殊な国際関係の中で、まあ、もたらされた可能性があるということで、まあ、外交的な側面が非常に強かったんだろうということを考える根拠にもなるという点で、まあ、重要な、意味を持っているというふうに思っています。でそれからもう一つの特徴は三角縁真珠鏡、これも先ほど の, そのオーダーメイドということとも関わってきますが、まあ、多数の同伴鏡があるという点も大きな特徴になります。まあ、沖ノ島の18号遺跡 の, 三角縁真珠鏡の、まあ、同伴にあたる資料をここでは挙げておりますが、まあ三重県 の, 桑名から出土したとされる鏡と山口県の宮之助本から出土した鏡がありますが、まあ、ごく細かな部分で鋳型の回収というか補修を行っていますが、まあ、基本的にはその鋳型の傷に至るまで、まあ、一致するような鏡が異なる遺跡から出ているという状況が確認されます。まあ、これは三角縁真珠鏡では非常に多く認められる現象になります。で、まあ、そしたらその三角縁真珠鏡の、まあ、同伴鏡というものに着目して、構築された考え方に、まあ、同伴鏡論というものがあります。でこの考え方なんですが、まあ、古墳時代 の, その社会関係というか、まあ、政治関係を考える上での基本的な理解というふうになるものなので、ここでまあ説明をしておきますが、下のこの日本列島の地図のところに、まあ、三角縁真珠鏡の出土地点をこうドットで落として、おりますが、でこのドットの中で同伴鏡となるもの同士をこう線で結んだのがこの図、線で結ぶとこうした図になります。でこの図見ていただきますと、そのドットが集中する位置というのが、まあ、近畿地方 の, その中央部付近にあるというのが、まあ、よくお分かりいただけると思いますし、同伴鏡を結んだ線がですね、最も交差するのもやはりこの近畿中央部にあるということが分かりますので、こうした同伴鏡の分布からはですね、そのこの三角縁真珠鏡という鏡が、まあ、一箇所から日本列島の各地にこう広がっていったということをがまあ伺われるというふうに思います。まあ、和王家の一元的分配というのは、まあ、そういうふうな非常にこう中心が明確でそこからまあ広がっているという
現象からまあそういうこういう和王権による一元的な分配というものをまあ想定しているわけです。根拠はね今お示ししましたが、同伴鏡に見る生産面ですね、同伴鏡であるということのその同一性ですね、これと明確なその中心がある分布ということで、さらには、分布の中心から離れるにつれて、全体にこう外側に向かっていくと、減少傾向を示すという点も重要なポイントで、こうした状況からは格差であるとか序列というものが古墳時代に存在していて、中心と周辺という政治的関係が築かれていたということが分かるわけです。でそれから三角淵真珠鏡について少し説明しておきますと、三角淵真珠鏡に関してはその年代というものが非常にこう大事な部分になってきまして、現在 その古墳時代 その前期といわれる、3世紀後半から4世紀後葉の年代間というのは、三角淵真珠鏡の年代によって、支えられているところがあります。で、三角淵真珠鏡にその白彩鏡と防生鏡という2種類が存在していることは、既にお話ししたところですが、さらにそれぞれがですね、4段階から5段階に今変年するような区分が行われています。で問題になってくるのはこの4段階から5段階にこう細かく分けているんですが、これらがこう比較的短期で収まるのか、長期で収まるのかというふうな問題がありまして、例えば白彩鏡と言われているものをの制作期間を、人によっては20年程度と見る人もいれば、別の考え方では白彩鏡だけで 4,50 年だというふうに考える考え方もあります。この考え方の違いによって、古墳時代の変年ですね、古墳変年、さらには古墳時代 の暦年代ですね、西暦何年だというふうな、表現、時期表現をするわけですけれども、そうしたその時期表現の具体的な内容が変わってまいります。で、三角真珠鏡 の代表的な例とかも分かりやすい例をこの下に挙げていますが、ちょうどこう真ん中で分かれてまして、左側が白彩鏡と言われるもので、右側が防生鏡と言われるものになります。で、白彩鏡の古いものは文様も細かくてですね、ニューと言われる時でこう内腔を分けた時にですね、その神様心臓ですね、こう2体こう並列させたりとか、十像もそうですけども、そういう並列させるような、置き方をするんですが、それがこう一体ずつ交互に神様と獣がですね、一体ずつ交互に置かれるような形になって、シンプルなものになっていって、さらにそれがこうだんだんとこう全体に文様が粗雑化していくという流れでですね、時間的な流れを追うことができます。これを非常にこう短い期間のものと見るのか、長い期間のものと見るのかで、古墳時代の年代間変わってまいります。で特に沖ノ島の場合はですね、この一番新しい段階のものがたくさん出てますので、このあたりはその時間軸の考え方が変わってくると、沖ノ島のその祭祀の年代も表現としては変わってくる余地が出てきてしまうということになります。では2つ目ですね、沖ノ島の三角淵真珠鏡ということでお話を、次に移していきたいと思いますが、最初にその三角淵真珠鏡の出土傾向から、沖ノ島の特徴というものについて考えてみたいと思います。で、三角淵真珠鏡ですね、全体を見てみますと、沖ノ島を除くと、全ての例ですね、出土遺跡の明らかな例に関して言うと、全てが古墳から出土しています。つまり、古墳から出土していないのは沖ノ島だけだということになります。で、大型古墳からですね、三角淵真珠鏡っていうのを出土する傾向が、強いものですので、その存在というものをもって、王権とのその関係性を考えることができる、そうした資料になるわけです。で、例えばですね、この下の方にですね、沖ノ島17号遺跡の防生三角淵真珠鏡と、同伴関係にあるこう、
鏡のこう例を挙げておりますが、これらはまあいずれもですね、古墳から出土しておりまして、まあしかもこれらは近畿地方でもまあ有数のですね、まあ大きな規模のですね古墳になります。で、まあそういう意味でこの三角部鎮守というのはやはりその政治的な関係、王権との強さのをこう如実にこう表す資料なんですが、沖ノ島の場合はですね、その古墳の場合はその被葬者というのがいて、まあ、被葬者 の, その社会的な立場というのがまあこの三角部鎮守記を持って理解できるわけですが、沖ノ島の場合はですね、こう被葬者とい う, こう対象ですね、具体的な個人という対象が存在していないというところが、まあ一番の問題というか難しいところになります。でまあ、ただ確実にまあこうしたその明確な対象ですね、その個人という対象でになりますけれども、そうした、ものにこう伴わない例というのがまあ存在しているというところが、まあ、またその一方ではその鏡の持っている本質的な意味というものをまあ指し示しているというふうに考えられまして、まあ、被葬者をまあ主たる対象とするまあ古墳の副葬行為とはまあ異なってですね、この手の鏡 の, その本質的性格として神権をこうまあ象徴するような財というふうなものをまあ想定することができる、まあそうした根拠としてまあ沖ノ島の資料というのは理解することができるかと思います。で、まあ続いてまあそのこうしたその三角縁鎮守記なんですが、実際にじゃあ鏡の出土状況というものを詳しく掘り下げてみたいと思うのですが、まあ、具体例としてここにですね、奈良県の黒塚古墳の、例を写真として、挙げております。黒塚古墳が所在するですね、大大和古墳群、まあ、有数のですね古墳時代その前期のですね、まあ、横領級の古墳が築造されている場所になりますけれども、その一角にまあこうした黒塚古墳というのがあるわけですが、まあ、その王権のお膝元と言われる場所から大量の三角縁鎮守記ですね、まあ、33面にも及ぶ三角縁鎮守記が、まあ、縦穴式石閣の中で、まあ、こう重ね置かれるようにですね出土したという状況が、まあ、確認されています。この黒塚古墳の例は、まあ、一例に過ぎないんですが、まあ、三角縁鎮守記というのは、まあ、このようにですね古墳のにおいてですねこう量的な複層ですね、ある程度まとまった数を複層するということを、まあ、示す傾向があります。で、まあ、特に近畿 の, その古墳にはまあそうしたこう特徴がまあよく現れています。で、まあ、近畿ではまあこうしたこう太陽の三角縁鎮守記というものをがこう目にすることがあるんですが、一方でこの状況というのは近畿地方から離れていきますと、まあ、少なくなっていく、弱まる傾向があります。まあ、具体的に、まあ、九州の例で考えてみると、まあ、5面以上のですね三角縁鎮守記を出土した古墳というのは、まあ、2例ほどしか、ありません。まあ、全体でその三角縁九州で三角縁鎮守記を出土している古墳というのはまあ30例ぐらいありますので、まあ、量的複層を行う九州の古墳がまあ非常に少ないということがお分かりいただけるかと思います。で、ところが、まあ沖ノ島の重要性というのはそこにも現れていまして、沖ノ島の場合はですね、まあ、いくつかの遺跡という形でこう16号遺跡とか17号遺跡18号遺跡という形で分かれてしまうんですが、まあ、全体で13面もの三角縁鎮守記が出土しておりまして、まあ、その数というのはまあ九州でもその有数のですね、多量さを誇っているというふうに言えます。で、スライド の, その右側のところに17号遺跡の出土状況について、お示ししていますが、まあ、詳しく見ていくとですね、まあ、同じぐらい の, サイズの鏡をこう全体にこう見ていたときにこう近い場所にこう置いていって、しかもこの、断面図で見ていただいたらお分かりいただけるようにですね、こう重ねておくというふうな、置き方をしているのがお分かりいただけるかと思います。で、こうしたその大きさの近いものを、まあ、近くに近づけて重ねておくっていうのは、まあ、ある段階ですね、古墳時代 の, その前期と言われる時期でも、まあ、少し新しめですね、まあ、4世紀に入って以降の段階になると、まあ、こうした置き方古墳でも、
するようになりますので、まあ、古墳と その置き方の共通性もありますし、まあ、もう一つ重要なのはそのちょっと三角新宿の話から少しずれますが、こうまとめて置かれている中にですね、こう古いものと新しいものがこう混じって置かれています。まあ、そこはすごく重要なポイントで、まあ、17号遺跡の話にこうなってしまいますが、こうしたその、ま、古いものと新しいものが混在するんだけれども、こう一定のルールを持って置かれているってことは、まあ、17号遺跡のこの鏡の、まあ、封建というものが非常にまあ限られた時間の中で行われた可能性をまあ示しているんじゃないかなというふうに思うわけです。まあ、何回も封建をしているというふうなわけではなくて、限りなくまあ1回に近い、あるいは1回というふうなところで、こうしたその出土状況がまあ作られたんじゃないか、形成されたんじゃないかなというふうに考えるわけです。まあ、沖ノ島 の三角渕新住郷の特徴がどのようなものかということを簡単に整理しておきますが、結論を述べますと、まあ、先ほど来繰り返し言っておりますが、沖ノ島の三角渕新住郷というのは、まあ、三角渕新住郷がこう、まあ、100年近く僕は作られたというふうに思っていますが、まあ、その中でも特に、まあ、一番新しい段階ですね、まあ、終焉段階というふうに呼んでますけれども、そうした終焉段階の三角渕新住郷が多いという点ですね。これがまあその特徴として第一に挙げられるかと思います。終焉段階に位置づけられる三角渕新住郷というのは、まあ、三角渕新住郷今全部で580面ぐらい確認されているんですが、そのうちこう 全総数ですね、終焉段階の全総数というのは36面しかなくてですね、こう非常に少ない、全体としては非常に少ない割合なんですが、その少ない36面の中の7面もがですね、沖ノ島から出ている。だから新しい段階の三角渕新住郷が沖ノ島で集中的に出土しているという状況が確認できるわけです。で、まあ、それから沖ノ島全体でいうと、まあ、全部で三角渕新住郷13面出ているわけですが、そのうちの7面がまあ終焉段階ということになりますので、まあ、半数を超える割合がまあ終焉段階になってくるということになります。まあ、三角渕新住郷全体でいうと本来はこう 10% にも満たない量 でしかない終焉段階のものが、まあ、沖ノ島では半数を超える割合で見つかっているということは、まあこの新しい段階の三角渕新住郷というものにこう沖ノ島を評価していく上でこう非常に重要なポイントが隠されているというふうに思います。で、まあ、どういうことかというとですね、沖ノ島 その、遺跡 その形成年代というものと、この三角渕新住郷の年代というものが、まあ、こう深く関係しているだろうというふうに、まあ、思われ、まあ、考えることができるというふうに思います。で、これはまあ三角渕新住郷だけで本来は結論付けるべきことではないんですが、まあ、全体 の沖ノ島の例えば17号遺跡の鏡の構成を見ていきますと、やはりその全体の中でも最も新しい年代を指し示すのがこの三角渕新宿のこの新しい最新段階の資料になりますので、まあ、鏡から17号遺跡であるとかの年代を決めていくときには、まあ、この三角渕新宿郷が一体いつ作られたのかというところが大事なポイントになってくるかと思います。で、作られた時期に関しては、まあ、4世紀の多分半ばぐらいだと思うんですが、まあ、実際に古墳に復葬されるようになるのは、まあ、4世紀の第4四半期以降にならないと今のところ復葬例としてはまあ認められておりませんので、まあ、おそらくまあ沖ノ島 その本格的な遺跡の形成時期ですね、まあ、岩上採取の時期になると思いますが、その時期はまあ4世紀のまあ第4四半期というまあこう時期表現、これ以降だというふうな表現ができるというふうに思います。まあ、それ相対的な年代でいうと、まあ、古墳時代の中期初頭というふうな言い方ですね、それ以降だというふうな言い方も、まあ、できるかなと思います。で、まあ、今の話をですね、まとめますと、まあ、その終焉段階の三角渕新住郷同士の共犯関係というものを見ていきますと、まあ、17号遺跡で2名、18号遺跡の場合は推定されるものも含めて3面で、まあ、16号遺跡で1面というような形でここ非常にまとまっているということになります。全国各地の古墳の状況を見ていきますと、その年代っていうのは古墳時代中期初頭で、まあ4世紀後葉に、
まあ、なるということで、まあ、ここにまあ沖ノ島16、17、18号遺跡のまあ封建年代というか、まあ、この遺跡の形成年代というものを求めることができるだろうということです。これはまあ、後で述べますが、和鏡の年代とも整合的で、まあ、つまりこの段階の三角縁新磁鏡ですね、この防制三角縁新磁鏡ってここにありますけれども、これの一番最後の5段階のものが沖ノ島ではいくつか出ていますので、まあ、これ制作年代なんで考えていますけれども、まあ、これから一定期間経てですね、廃棄年代にこう移りますので、まあこの時期以降ですね、まあ、大体375年以降のところに、細かく言うとそのぐらいのところに、年代が来るんだろうというふうに、遺跡の年代が求められるんだろうというふうに思います。3つ目、沖ノ島の和鏡について、続いてお話をしたいと思いますが、沖ノ島のそので出土している古墳時代和鏡の全体的な概要として、まずその全体を見てみますと、通じ的に和鏡が存在しているという点が、実は重要な点であります。まあ、私が前期和鏡であるとか中期和鏡、後期和鏡と呼んでいるものが、まあ、それぞれ、まあ、波はあるんですけれども、認められて、まあ、存在が確認できます。まあ、だからそれぞれの時期に、まあ、祭祀行為が行われていた可能性も、まあ、当然出てくるわけです。で、まあ、多彩なデザイン、和鏡の場合ですね、多彩なデザインとサイズバリエーションが沖ノ島でも認められる。いろんなデザインのものがありますし、大きさも、まあ、大きなものから小さなものまであります。で、沖ノ島の場合はその確実な中国鏡というものが、まあ、どちらかというと全体に占める割合が非常に少なくてですね、和鏡は多いという特色が、あります。まあ、この点も、まあ、沖ノ島 の, こう非常に重要な特徴かなというふうに思います。で、例えば内光関門橋の例をここに17号遺跡の例を挙げていますが、まあ、オリジナルのデザインのものはこの右上の五冠台の内光関門橋なわけですが、沖ノ島ではまあちょっといろんなパターンの内光関門橋が出ています。で、時期的にもですね、この一番左のものはこの中の周りにあるこの葉っぱの文様ですね、この間のこの間隔が広くてですね、この本来ここに銘文が入って、中国教では銘文が入っていたわけですが、この間隔の広いものですね、この陽門間の間隔の広いものは全体に個層を示しますので、まあ、これ非常に古い内光関門橋の可能性が、ありまして、で、時期が下がるとですね、この葉っぱと葉っぱの間がこうくっつくような形になってきますので、まあ、これは5つ葉っぱありますけども、まあ、葉っぱ同士の間は接してます。まあ、こういうのは少し新しめになって、でさらに新しくなると、葉っぱ自体もなくなって、もうちょっと本来の内光関門橋の文様構成からちょっと外れたようなですね、こう、主門列っていう、まあ、点々をこう巡らすようなですね、文様体に置き換わったりというふうなことになって、まあ、古いものから新しいものまでは今日含まれているということが、分かります。まあ、17号室でも古い鏡もあれば新しい鏡もあるという。です。全体を、さらに全体をその年代でですね、そのどうい う, こう波があるのかというのを見ていきますと、まあ、前期の和鏡は25面で、まあ、それに対して中期の和鏡は3面で、後期の和鏡は8面ということで、まあ、明らかに前期の和鏡が多いということが分かります。で、後期和鏡は8面少ないというふうに思いがちですが、もともと前期和鏡に比べて生産数が著しく少ないのが後期和鏡ですので、まあ、決してこの8面という数は少なくありません。意外とだから、感覚的にはですね、前期和鏡の場合はその古墳に入る量も、まあ、10枚20枚という単位で入る古墳があるんですが、後期和鏡で10枚20枚も入る古墳の例はありませんので、それから考えたらこの8面というのはですね、非常にこう数が多いという言い方ができます。まあ、前期和鏡と後期和鏡が多いんだという言い方が可能だと思います。それからまあ、全体に大型鏡が多いということですね。まあ、大きくその小型鏡っていったら10センチ以上のもので、まあ、それよりちっちゃな超小型というふうに言うんですが、15センチ以上が中型鏡、20センチ以上大型鏡というふうな呼び方をしていますが、例えば17号遺跡で見ると、まあ、和鏡16面ありますが、大型が6面、中型が8面、小型が2面ということで、まあ、大型鏡が多いということがわかります。まあ、ただ少なからず中小型鏡があるということも、まあ、非常にこう大事な、本当に見逃してはいけないポイントです。
でそれから鏡式ですね、鏡のそのデザイン部分に注目をしますと、まあ、方角鏡と内向下門鏡が、全体の中でも飛び抜けて多いということも指摘できます。でこの方角鏡内向下門鏡というのはもともと大型鏡が多い鏡式、中国鏡でもそうなんですが大型鏡が多い鏡式なので、大型鏡重視というところが、まあ、多分この鏡式の偏りにも現れているんだろうというふうに思われるわけです。先ほどその内向下門鏡のところで少し触れましたが、17号遺跡前期和鏡を中心に鏡がですね確認されるわけですが、必ずしもその新しい年代のものばかりでまとまるわけではなくて、まだ廃棄年代に近い、時期の鏡ばかりではない、制作年代古いものも含まれるわけです。また先ほど古段階のものも、前期和鏡の古段階のものも中段階のものも新段階のものもあるというふうなことを、お話ししましたが、古墳変年でそれを単純に見ていっても3期程度にわたる、一定期間の和鏡が、沖ノ島にもたらされています。で、このことと、17号遺跡 の、 その大型鏡が多いとかいう、全体にですね鏡式もこうまとまりがあるとかいう、こう全体のまとまりの強さを考えていくと、古いものから新しいものまで含んでるんだけれども、廃棄の一括性は高いというふうに考えた方がいいのかなというふうに思います。これは先ほどですね出土状況のところでもこの封建の回数が多分限られるんだろうということを言いましたが、矛盾しないというふうに思われます。で、このことですね、この廃棄の一過性が高いということは、沖ノ島祭祀の主体というものが、在地勢力であるか、あるいは王権がよりこう強い主導性を持っていたのかということを考える材料にもなってくるかと思います。この問題、その鏡 の、 その形式幅を考えるっていうことですね、そのつまりこの古い鏡が一体いつもたらされたのかという問題を、考えてくることになるんですが、この考え方によってはですね沖ノ島祭祀というものの評価も変わってくる余地があるので、無視できないだろうというふうに思うわけです。で例えばなんですが、沖ノ島でも特に古そうな和鏡の例を、左側に、挙げていますが、21号遺跡の例が驚くことにこう非常に古いものが含まれていますし、17号遺跡にもですねこう和鏡として定型化する前にあたるような資料になると思うんですが、こうした資料が含まれています。位置づけはちょっと非常に難しい、どちらも難しい資料なんですが、これら古いものだというふうに、考えています。一方で、前期和鏡でも最も新しい段階ですね、これらになると古墳時代中期の初めぐらいの古墳に復装されるようになってくるんですが、そうした例も同時に存在しているということになります。それではですね、これまでの話も踏まえつつですね、沖ノ島の鏡と在地勢力ということで、沖ノ島の鏡がですね、在地勢力、つまりは宗像地域の、社会の中で、どのように考えられるのかということについてお話を進めていこうと思います。で、まずはですね、どのような鏡を、保有しているのかという点からですね、沖ノ島と在地勢力の関係について、見ていきたいと、思います。で何度も触れてますけれども、沖ノ島の鏡にはですね磁気幅があって、古い鏡については、場合によってはこう伝承というものを考えていく必要があります。で少しちょっと問題になってくるところなんですが、鏡の伝承に関しての、現状のですねその研究 の、 その水準というか、現在の研究の到達点の、考え方としては、鏡の伝承を考える背景として、まず鏡が作られてから流通に乗るというところまでをこう非常に短く考えるというのが基本になっています。でそうなってくるとどういうことになるかというと、短い間に流通してしまうので、古い鏡は基本的には日本列島の各地でですね、だから古墳の場合だと古墳に復装される場所にかなり早い段階に到達しているというふうな考え方になってきます。在地での伝承を是というのは、そういうことですね。こう各地で
鏡がですね保管されていたとか、長期に伝説されるぐらい長期に保有されていたというふうな、ことです。でそうなってくると、沖ノ島の場合どういうふうな考え方になるかというと、基本的にはですね、まあ、二者択一的な考え方になります。これ基本的にはこの伝説のその鏡の伝説に関する考え方っていうのは王権でのストックっていうのをあまり認めない考え方になりますので、つまりどうなるかというと在地でストックをして、在地でだから伝説をした後に、まあ、一括して封建したんだというふうな考え方か、王権の関与を強くすると王権による複数回の封建というふうな考え方に、まあ、なってくるという、実はそういう思考をですね、考え方を、まあ、今鏡の研究者の多くは、しています。でただ、まあ、本来はこの前提自体が疑われるべきところで、まあ、作られてから分配までこう短いのかどうかですね、つまり王権でのストックを認めるの認めないというこの前提自体を本来は考え直さなければいけないので、まあ、ストックがですね在地でも起こるし、あるいは王権でも起こるという、可能性を、まあ、含めて、本来は、議論を進めていく必要が、あるかと思います。だから、まあ、ストックの場所が王権か在地か、もう一つは、封建時代の回数が1回なのか複数回なのかというところですね。これをそれぞれに考えていかなければいけないと思うわけです。で、まあ、沖ノ島の在地勢力と見られる、まあ、宗像地域の有力者の、まあ、古墳というふうに思われる例からですね、出土している、まあ、鏡の具体例をこう下の方の写真でお示しをしておりますが、まあ、いずれも10センチに満たないサイズの鏡になります。でまあ、時期はまあまあ、必ずしもこう全部同じではなくてですね、こうばらつきが、あるんですが、まあ、デザインなんかはまあ基本的に共通しているもので、まあ、まあこれ小型鏡、超小型鏡ゆえにまあ共通しているっていうふうな考え方が正しいわけなんですが、こうした小型鏡しかも一面しか保有してないという、まあ、在地勢力と比較したときに、やはり沖ノ島のその大型鏡が大量にあって、しかも大型鏡だけに限らずですね、サイズバリエーションがこう豊富にある、という状況はですね、全くこの、在地と沖ノ島は違うということを物語っていると思います。で、まあ、九州大学の辻田さんはですね、まあ、特にまあこういう小型鏡を主体とするこの宗像地域のその鏡の在り方からですね、まあ、初期の沖ノ島祭祀への在地勢力の直接的な関与は認めがたいんじゃないかということを言われておりまして、まあ、そこにはだからまあその沖ノ島祭祀には和王権がまあ直接関与していたというふうな可能性を高く見られています。でこの点については私もその通りだというふうに思っておりまして、まあ、今日もお話ししましたが、沖ノ島のその鏡に見るまあ大型鏡の多さであるとか、まあ、鏡式のまとまりの強さですね、まあ、そして高いこう一括性というふうな表現ができる内容で、まあ、さらにはその出土状況からもですね、まあ、一回性が強いというふうに認めることができると思いますので、まあ、沖ノ島の鏡というものは、まあ、王権でですねストックされて、まあ、一回の封建で、まあ、持ち込まれたものだというふうに説明した方が、まあ、理解がしやすいだろうというふうに思っております。で、沖ノ島のその、16、17、18号遺跡の段階がですね、まあその遺跡の本格的な形成において、まあ、重要な意味を持つと思いますが、まあ、この段階にですね、まあ、在地勢力が、まあ、沖ノ島祭祀に、まあ中心的に関与していた可能性が低いんだというふうに考えるその、考え方はその鏡そのものの問題だけではなくって、まあ、沖ノ島のその遺跡のその形成年代と、まあ、在地勢力のその古墳の築造状況というものを、まあ、その対応関係を見ていった時にも、まあ、矛盾せずにですね説明することができます。
で、周辺のですね遺跡のその築造状況というのは簡単に、まあ、これまあ、多分多少の前後とかですね、こう、年代についてこうたまあ、さらに検討しておく必要があるかと思いますが、まあ、特にその16、17、18号遺跡段階にあたるようなこう3世紀から4世紀段階の、まあ、宗像エリアの古墳の築造状況を見てみますと、まあまあ、どちらかといえば、まあ、低調であるというふうなことが言えると思います。まあ、これは先ほど の、 その小型橋しか、保有していないということと、まあ、非常にこう整合する状況だというふうに、思われます。まあ、なかなかやはりですから、16、17、18号遺跡のところに、まあ、在地勢力がまあ主体的に関与したというのは、まあ、考えにくいんじゃないかなというふうに思われるわけです。で、一方でまあちょっとこれは次の話になりますが、この5世紀の紅葉以降のところっていうのはこの、3、4世紀段階と比べると、まあ、全く状況が変わるということが、お分かりいただき、まあ、こう見ればですね、見ればもうつぶさにお分かりいただけるかと思います。まあ、5世紀超えにますこう劇的にこう、変化する状況がありますが、まあ、ではまあじゃあこの段階で、在地勢力は沖ノ島にどのように関与したのかっていうのが、まあ、これまでの研究でもまあ述べられていますし、まあ、改めてここは私自身も考える必要があるだろうというふうに思っています。で、まあ、その時にですね重要な存在となるのが、まあ、5世紀紅葉段階に築かれるですね、100メートル級の前方後円墳である、まあ、勝浦峰の旗古墳の評価になってこようかと思います。で、まあ、道慶峡群といわれる、まあ、その倭の五王の、まあ、南朝と の、まあ、その交流関係ですね、これに関連する鏡として、まあ、この道慶峡群って考えられているわけですが、まあ、勝浦峰の旗古墳でですね、こうした道慶峡群というのが、複数出土しています。で、まあ、これまでの研究でもですね、その5世紀の紅葉以降、まあ、沖ノ島沢市と在地勢力の関係というのが変化したんだということが、まあ、指摘されて、いますが、まあ、その時にですね、その重要なその、各期 の、 その転換に立つのが、まあ、この勝浦峰の旗古墳ですが、複数の道慶峡群が出土していまして、まあ、ここに写真の右側に示しておりますが、まあ、いずれもこうバラバラの破片になっているわけですが、まあ、3面以上のですね、道慶峡群がまあ複層されていたということが分かっています。で、特にこの右側の、まあ、破片2つのまとまりですけども、蒲門台道光式神獣橋があるんですが、この、蒲門台道光式神獣橋というのは、まあ、沖ノ島21号遺跡でまあ出土したとされる、鏡と、まあ道慶の関係に、あります。つまり今だから在地勢力である、勝浦峰の旗の、鏡と、まあ、沖ノ島21号遺跡の、鏡がですね、まあ、道慶に含まれているので、まあ、両者の関係は深かったんだというふうな、考え方が、示されております。まあ、つまりまあだから勝浦峰の旗段階になると沖ノ島祭祀の主体っていうのは在地勢力になったんだであったという可能性がまあ高いんだという理解が、まあ示されているわけです。で、まあ、ただですね、まあ、そのことを考えるにあたっても、まあ、改めてその鏡の問題だけ、まあ、鏡のこともまあ当然重要視すべきなんですが、鏡の問題だけではなくて、まあ、在地勢力の動向全体に見る活気と、やはりその沖ノ島 の、 その、祭祀の時間的な関係というものを、まあ、改めて確認しておく必要が、あるというふうに思います。で、まあ、勝浦峰の旗古墳自体がですね、古墳の規模であるとか、まあ、その副葬品の内容というところからですね、まあ、津崎古墳群の活気を担っていて、まあ、沖ノ島祭祀に関わる可能性がまあ高いということは、まあ、当然私もそのように思うわけなんですが、まあ、ただそれを、まあ、21号遺跡との関係の中で、まあ、説明ができるのかということですね。これはまあ改めて考えておく必要があって、まあ、勝浦峰の旗古墳と、まあ、21号遺跡っていうのが、まあ、同時
というふうな言い方、その特に鏡の面でですね、今回鏡の話なので、鏡の面で同時と言えるかどうかというところが、まあ問題になってくるかなというふうに、思うわけです。で、勝浦三重の旗古墳の年代自体は、まあ、私はちょっとまた多分多くの人よりか少し実機的には下げ気味で5世紀の紅葉というふうな、表現をして、いるわけですが、それに対してですね、その21号遺跡の中に左下に写真を示していますが、入客門橋形と言われ呼んでいるですね、こう鏡が一面あるわけなんですが、まあ、この鏡自体は6世紀になってから作られた鏡であるということが、まあ、最近の研究で分かっています。で、古墳に復装される年代ですね、なかなかちょっとこの制作年代というのははっきり分かんないんですけども、古墳に復装される年代ですね、この手の鏡が、を持っている古い古墳を探していきますと、まあ、大体6世紀後半にならないとこの手の鏡っていうのは復装されないという状況が全国的に確認されていますので、沖ノ島21号遺跡の年代というものを考えて鏡から考えていく際には、まあ、この入客門橋の位置づけというのは非常に大事になってきます。で、問題は、まあ、沖ノ島21号遺跡 その鏡 その奉献というか、まあ、その表現がですね、何回行われたのかちょっとまあ分からないというところがありますが、まあ、ここでその全部の鏡をですね、一回一回の一面ずつ一回一回の祭祀にこう強権したというような考え方、なかなかちょっと示すわけには、すぐさまですね、そういうふうな理解をした方がいいかと言われると、まあ、ちょっとそれもまた問題があって、やはりその鏡全体 その沖ノ島の鏡全体の構成を見た時の、特徴をよく掴んでやっぱ評価していく必要があるんだろうというふうに思います。で、その時に最初の方で述べましたけれども、まあ、沖ノ島 その和橋ですね、を見ていった際には、やはりその大きな画期としては、まあ、前期のところに大きなピークがあるし、もう一つは、まあ、古墳時代後期のところにですね、大きなピークがあるという点です。で、まあ、例えば沖ノ島八号遺跡の、鏡をこの右側に示していますが、この鏡もですね、やはりこの21号遺跡とは同時期のものと考えられるもので、非常にこのですね、沖ノ島にもたらされているこの小型の和橋というのは時期的なまとまりが良いということが言えます。で、まあ、そういうふうになってきますと、まあ、鏡 その構成上からはこの6世紀の前半、あるいは、まあ、複数年代でいうと、まあ、多分もうここ、まあ、後半とせざるを得ないんですが、どう頑張ってどう早くですね、そのこの手 その入客門橋小型の和橋の制作が早く終了していたとしても、これも6世紀前半よりか前には持っていくことができませんので、まあ、そうなってくると、まあ、21号遺跡であるとか8号遺跡については、もう6世紀以降に鏡の年代というのはもう下げざるを得なくなってきます。で、まあ、784ですね、まあ、鏡やはりそれぞれ小型の和橋を含めて出てるんですが、これら全体にやはりこう年代は揃ってきまして、まあ、やはりその複層年代だけでいくと鏡の組み合わせとしては、まあ、6世紀後半に大きな画期があるんじゃないかなというふうに考えざるを得ないというふうに思います。で、そうなってきますと第一勢力との関係でいった時には、その勝浦三重の旗古墳段階にこ うまくこう合う沖ノ島の遺跡を、まあ、どうこう評価していくのかというところが現状では見えづらくなっていますので、まあ、21号遺跡の評価次第だとは思うんですが、21号遺跡がまあ複数回の祭祀を行っていれば、まあ、当然勝浦三重の旗との関係というのも積極的に評価できるんですが、まあ、鏡の構成上からは今のところそれは言えなくって、まあ、鏡 その組み合わせというものを評価していった時には、むしろこの6世紀 その、まあ、後半に近い時期に、まあ、再びこう古墳がですね、大きくなる時期がありますので、まあ、この段階との接点を求めていって、まあ、ここでまあ積極的に在地主張が関与していたというふうな言い方はまあしてもいいのかなというふうに思っております。で、5つ目ですが、沖ノ島の鏡はどのようにしてもたらされたのかということで、まあ、ちょっと少し違う視点も交えてお話をしておきたいんですが、ここには奈良県の天理市にある
まあ、安東山古墳ですね、まあ、祖神陵とされている古墳の、まあ、近傍に、築造された大和天神山古墳から出土したその経文についてお示ししています。大和天神山古墳の年代はまあいろんな考え方があるんですが、まあ、私は、まあまあ、3世紀の終わりであるとかですね、そのぐらいの時期を、考えて、おります。で、この大和天神山古墳の経文を見た際に、まあ、目につくのはやはり、まあ、大きな鏡の存在、まあ、小さな鏡も、まあ、相対的にその大きさの小さな鏡もあるんですが、まあ、大きな鏡の存在でして、これら大きな鏡というのは、まあ、内光家紋経と法華経経に、占められているというふうなあの状況は確認できます。まあ、これは、まあ前期 の, その国産の鏡ですね、前期和経にも共通する特徴ですし、まあ、沖ノ島にもやはりこの内光家紋経と法華経が、まあ、あの大きな意味を持っていたということですね、述べましたが、まあ、非常にこうあの矛盾しない、あり方を示しているというふうに思います。ある意味ですね、その古墳時代の前期の中では、この大型の内光家紋経と法華経っていうものが、まあ、なんか何かしらの選択がなされた結果、まあ、重視されているんだろうというふうな捉え方ができる、わけです。で、この経文なんですが、あのこう非常にこう全体にまとまりがいいというか、まああの同じ経式がこう内光家紋経がいっぱいあるとかですね、法華経も、まあ、同じようにこう何枚もあるっていうふうなことでまとまりがいいわけなんですが、鏡 の, その全体の様子を見ていったときに、こういくつか文様不鮮明な鏡が特徴的に認められるという状況が確認されます。で、どういう状況かというと、これをちょっとダブルスタンダードで考えていただく必要があるんですが、内光家紋経ですね、内光家紋経は一番大きな鏡を除いて、まあ、全部こう文様が不鮮明になっているという特徴が、あります。で、それからもう一つは、教訓の中でもあの相対的に小さな鏡ですね、ここではまあ一番小さな蛾紋体四重鏡の写真を挙げておりますが、この鏡がまあ本当にもうあの文様がよくわからないぐらいですね、まあ、不鮮明な状態になっています、まあ、まあ表面がとろけたようなですね、状態になっています。この内光家紋経と、まあ、経文における相対的に小さな鏡ですね、これがまあ文様不鮮明になるとい う, こうダブルスタンダードですね、が、あります。で、この点に、着目をしていくいってですね、日本全国 の, その、いろんな例をこう見ていきますと、例えば兵庫県の城の山古墳というのがあるんですが、これも三角縁神獣鏡がまあ複数枚、複装されているんですが、全体の経文の中で一番小さな鏡が、まあ、文様不鮮明な状態になっています。社員四重鏡といって、まあ、これ15センチを切る鏡になるので、小型鏡の部類に、まあ、なってしまうんですが、まあ、文様不鮮明鏡です。で、それから、別の古墳ですが、まあ、兵庫の阿保親王塚古墳から出土したというふうに言われている、まあ、まとまってこれ保管されてて、あの一括性が高いものだと思うんですが、ここも三角縁神獣鏡が複数ですね、4面か、複装されているんですが、三角縁神獣鏡は全部あのこう文様があのシャープという鮮明というわけではないんですが、まあ、あのいわゆる文様不鮮明というふうな状態にはなっていなくて、内光家紋経ですね、これ中国製の内光家紋経になりますけども、中国製のこの内光家紋経だけ、もう明文が見えないようなですほどですね、文様が不鮮明になっております。まあ、あの全国的な状況を見ていった時には、この文様不鮮明 の, そのダブルスタンダードです ね、内光家紋経であるということか、全体の大きさが小さい鏡であるということですけれども、このダブルスタンダードで理解できる文様不鮮明のあり方っていうのは、まあ、日本列島の非常に広い範囲で、まあ、適用できるあの見方であるというふうに思っています。つまりそのことは、まあ、このこうした鏡の取り扱いっていうのが、まあ、和王権発信のものであったということを、示しているというふうに思うわけです。で、その時に沖ノ島の鏡を改めて見てみますと、17号遺跡をまあ具体例として挙げますが、沖ノ島でも同じような状況というのが確認されます。で、まあ、17号遺跡でも大きなあのサイズの鏡を見ていくと、まあ、文様不鮮明な例というのは、まあ、基本的にはなくて、どれもですね、こう非常に嫌がりがよくって、まあ、鮮明なあの文様が、観察できる資料ばかりなのですが、
この、 直径10センチになるこの、 一番右側のですね、鏡については、ところどころですね、文様がシャープな部分もあるんですが、ところどころですね、例えばこう内腔と外腔のこの境のところであるとか、外腔のこの周辺の端っこであるとか、こういうところがですね、こう文様が不鮮明になって、で本来鏡のその角の部分ってエッジが立つというか、こう非常にこう鋭利な角を持っているんですが、縁のその角のところも丸くなっています。で小さな鏡に、こうしたその文様不鮮明鏡が認められるということは、沖ノ島においても確認できるわけです。つまりこのことは、その沖ノ島の鏡というのが、こう噴出鏡に比べて、こう特別視されて選択されているわけではない、ある意味古墳の鏡と非常にこう近い、セレクトの中でもたらされているというふうな、ことを示しているというふうに思います。でこのことは先ほどのその、王権発信であるということも、含めて考えますと、宝剣に際してですね、王権のストックの中から選択した可能性を、指し示しているんだろうというふうに思います。鏡の時期的なばらつきですね、そういうのが生じるのも、やはりその王権のストックの中から例えば大きなものをこう選択していた結果、宝覚菊が大きなものばかり集まるとかですね、でね、宝覚菊の中にも時期差がある、内向関門鏡もそうですね、大きなものを選んでいったところ、時期で選択しているわけではなくて大きさで選択しているので、古いものも新しいものも混じるというふうな状況を、生み出しているんだろうというふうに思うわけです。だから特別なこうセレクトではないということですね、が言えると思います。で、文様不鮮明鏡の意味については、非常に難しいところがあるのであまり深入りはしませんが、これまでの理解では、鋳造後に摩滅した、長期間使用して磨いていく中で摩滅したというふうなことが言われてきているんですが、実際には必ずしもそうではなくて、同伴鏡というのが三角縁真珠鏡にも以外にもあるんですが、三角縁真珠鏡以外の同伴鏡を見ていったときに、古墳時代前期に出土する同伴の一面と古墳時代後期に出土する同伴の一面、複層年代としては200年以上の差が開いているような例があるんですが、そういうのを見ていったときに古い鏡の方がなぜか文様が不鮮明になっていて、新しい鏡ですね、だから300年以上ですね伝承されているような鏡であるにもかかわらず、文様が非常にシャープな例というのがありますので、こう保有期間が長いからといって、不鮮明になるわけではないという状況が、ちょっと最近確認できていますので、実はだからこれ長期使用によって、こうした文様不鮮明が起きているわけではないということです。で従来はこの長期使用というところによって文様不鮮明が起こっているので、王権でのストックではなくて在地での伝承というのを考えてきたわけですが、在地の伝承で考えていた時にはやはりその先ほど言ったようにその300年も伝承しているのに全然摩滅していない例があるということ自体の方がおかしいので、文様不鮮明自体が起こっているのがこう伝承の期間とは多分全く関係しない可能性があるということです。この点についてもちょっとこれ以上、突っ込みませんが、単純な理解、これまでの理解ではもう説明ができない状況になっているということです。で、それからどちらかというとその保有期間の問題のその長さよりも文様不鮮明鏡というのは内向関門鏡に目立つし、あるいは小型鏡以下に目立つ可能性があるということで、保有期間の長さとは違う基準で文様不鮮明が生じているというところが重要なのかなというふうに思います。だからこれは文様不鮮明になっていること自体に、文様不鮮明を目指しているのかどうかは別として、不鮮明であるということ、我々が、不鮮明と言っているものそのものに多分特別な社会的な意味があったんだろうというふうに考えられるわけです。なので小型鏡だからといって、ランクが低いというわけでも本当はないということに多分なってくるんだろうというふうに思います。でその意味では沖ノ島の鏡の中に、非常に大きなもの鏡から小さな鏡までこうばらついて存在しているっていうのは、それぞれの鏡にそれぞれに違う役割があったからというふうに考えるべきであっ
て、まあ、だから鏡 の、 あの社会的な意義っていうものは、まあ、非常にこう重層的な在り方を示していたんだろうというふうに思います。で、まあ、こうしたその、サイズバリエーションが豊富に含まれて、まあ、一時席で出てくるっていうふうな在り方っていうのは、まあ、これはもう古墳のやはり副葬鏡とも同じで、まあ、大型古墳であるからといって全部大型鏡が出てくるわけではないということとやはり同じ意味を持っているんだろうというふうに思います。で、沖ノ島の鏡がどのようにしてもたらされたかという、まあ、あの本来的な問題ですが、まあ、頑丈祭祀段階に言うと、に限定して、まあ、申し上げると、まあ、デザインにはまとまりがまずあるということ。例えば具体的に言うと三角縁神獣鏡であるとか方角器鏡内向関門鏡が、まあ、非常にこう卓越しているということですね。それから、大型鏡が多いということ、まあ、三角縁神獣鏡は基本的に大型鏡ですし、まあ、和鏡も、まあ、大型鏡の数がやはり創出しているということは、まあ、これは動かぬ事実でありますので、まあ、こうした特徴というものはやはり、沖ノ島にに対する和王権の直接的な影響の強さを示すものだろうというふうに理解してよかろうと思います。でそれから、今回ですね、その特に強調しましたが、政策時期幅の存在があるということです。でこれはまあ特定の時期にの鏡に偏らないということなわけですが、まあ、一見矛盾するかのようですが、まあ、一定の教式がまとまるのにもかかわらず、まあ時期の違うものが含まれている、まあ、時期が含まれているのに一定の教式にまとまる、まあ、教式というものをかなり重視して選択しているという可能性がありますので、これが例えば在地勢力が都度に入手して封建するというふうなことになったときに、まあ、果たして内向関門鏡であるとか方角器鏡ばかりしかも同じようなサイズのものが集まってくるのかというのは、まあ、ちょっとなかなかそう考えにくいので、やはりある程度まとまった数で同じようなサイズのものを入手したという可能性を考えた方がよくって、まあ、それはまあ一回性の鏡の祭祀をまあ表しているでしょうし、まあ、そこからまああの踏み込めばまあ一括封建というふうな言い方もまあできるのかなというふうに思います。そうなってきますと、まあ、王権からのですね直接的な搬入であるとか、まあ沖ノ島祭祀の和王権への直接的な関与というものをまあ考えていった方が良いだろうということになるわけです。最後に、まあ、6番目にまとめと展望ということで、ごく簡単に整理しますが、沖ノ島の鏡ということについて、まあ、やはりその個々の鏡ということ の、 あの個々の鏡を見ていって見ていった際 の、 その重要性ということは、まあ、それもまたそうなんですが、まあ、あのやはりその考古学ですので、まあ、ある程度パターン化をして理解したいというふうに思います。でそういう観点から、まあ、出土鏡を見ていった際には、全体をできるだけ大きくまとめていった時には、まあ、二次期の集約的な活動の結果を表しているというふうに理解した方がいいのかなというふうに思います。で一つは、まあ16号17号18号遺跡に、まあ、代表される、まあ、4世紀の紅葉段階っていうふうに、まあ、あの私は考えますけども、まあ、古墳時代の相対年代というと、まあ、古墳時代中期初頭のところに、まあ、一つのピークがあるということで、2つ目は、まあ、7号遺跡であるとか8号遺跡あるいは4号遺跡のところあるいは、さらに、まあ、21号遺跡も私はそこに含めて考えることができるというふうに思っていますが、まあ、副葬されている古墳の年代から考えるとその時期っていうのは古墳時代後期の後半ですね、6世紀の後半段階になると思います。まあ、ここにも大きなあのピークがあるというふうに捉えられるかと思います。で丸一のその、まあ、古墳時代中期初頭のまとまりですね、まあ、三角縁神獣鏡と大型和鏡がまあ非常に特徴的なわけですが、鏡式サイズ非常にいいまとまりですね、揃いよくもこれだけ揃えたというふうなまとまりですので、まあ、これはやはりあの一括性高い一括性があるというふうに捉えた方がいいだろうと思います。で、まあ、今回はまあ従来 の、 その指摘通り王権がまあそこの祭祀にですね直接関与したという可能性を、まあ、さらにですねいろんな材料をまあ増やして、説明、いたしました。
で、それから2つ目の方ですね、後期後半、古墳時代後期後半段階ですけども、これは、まあ、同系経群と中古型和経によって構成されるまとまりになります。で、特に見逃せないのは古型和経の様相で、これはやはり非常にですね、特定の時期にまとまる、しかもまあ大きさも教式も まとまっているということで、まあ、意味のある、まあ、まとまりだというふうに思います。まあ、これはだから別々の機関にその小型和経を全部バラバラに入手したっていうよりか、いうよりかはやはり同じまとまりで入手した方がよくって、やはりそうしたその6世紀段階の小型和経に対しても同系経群共犯するという例はありますので、やはりこう中小型和経をですね、こう分離させて考えるよりかは同系経群とセットで考えていった方が全体の構成としては理解しやすいのではないかというふうに思うわけです。で、ここには、在地主張 その古墳の築造状況ですね、これの、動向とも照らし合わせていった時にはやはり、まあ、大きく質的な変化がある時期と、まあ、合致するんじゃないかなというふうに、思うわけです。で、ちなみに中期紅葉の、まあ、在地勢力の代表格である勝浦峰の旗古墳と、沖ノ島祭祀の関与については、まあ、その可能性は当然、十分に認めつつも、まあ、鏡という点からは、まあ、一旦評価は保留しておいた方がいいのかなというふうに思います。これは鏡以外の、遺物も含めて、まあ、さらにですね、特に21号遺跡の評価というものを進めていただいて、結論を出していく方が良いだろうというふうに思っております。で、課題と展望ということで、まあ、今課題の部分もですね、触れましたが、やはりその改めてですね、その沖ノ島の各遺跡ですね、それの時期的な再検討というものが、必要であるというふうに思いました。で、今回鏡を具体例として挙げておりますが、鏡に関してもまだまだちょっとその時期が不確定な資料というものが、ありますので、まあ、さらにその研究を深めていって、まあ、どれぐらいですね、古い鏡が含まれているのか、新しい鏡の割合はどうなのかといったところをもう少し詰めてですね、議論をしていって、いきたいというふうに思っています。まあ、それを他 の各種の出土遺物に対しても、行うということによって、かなり沖ノ島 その遺跡の象徴というのが分かるようになってくるのかなというふうに思います。で、まあ、在地勢力 その、古墳の築土状況について今回、積極的に評価に取り入れてきましたが、これについてもですね、ぜひ研究を進めていっていただければというふうに思います。まだまだちょっと古墳の築造時期の問題であるとか、出土品から考えられるですね、古墳の性格というものについて、議論が必要なところだというふうに、思っております。まあ、今の目でですね、資料、古墳出土資料の見直しも、する必要があるだろうというふうに思うわけです。で、さらにはこの両者の関係というものを、まあ、改めて丹念に、まあ、検討することによって、まあ、在地勢力と和王権が、まあ、沖ノ島祭祀にこうどのような関係性を持って関与していたのかというところについても、まあ、新たな理解が可能になるというふうに思います。まあ、そういうことを繰り返すことで、まあ、沖ノ島の、まあ、歴史的な意義というものについても新たな展望が開ける可能性があるんじゃないかなというふうに、考えております。以上、すいません。私の方の話はこれで終了にしたいと思います。ありがとうございました。